レガシーアウトバックです。乗り始めて1年とちょっと経ちました。とても良い車で気に入っています。主な理由はまず静かであるということ、乗り心地が良い、そしてアイサイトが優秀すぎて安全に加えて高速道路の走行がとても楽ですね。そして室内が広い、特に後席ですね。このように良い車であることを大前提として、さらに良い車になるよう改善要望点を列挙していきたいと思います。はい、アウトバックにしろ、レヴォーグにしろ、不満点というのはまず、このインフォメーションディスプレイ絡みがほとんどではないかなというふうに思います。まずタッチの反応が非常に鈍いですね。ぬるさくのスマホとかタブレットに慣れた身にとっては非常にもどかしいです。そしてナビの性能ですね。これ以前私の動画でも挙げたんですが、もう欠陥レベルというぐらいルート探索がひどい、遠回り、わざと遠回りをしたり、ですからルート探索をして出発前に一度経路を確認してからでないとちょっと出発できないという非常に残念な仕様になってますね。純正でこれしか選べないナビですから、もっとしっかりしたものをつけておいてほしかったです。そしてですね、多くの方が指摘されるのがこのアイドリングストップとオートビークルホールドですね。これが一旦オンとかオフとか設定してもエンジンを切ってまたかけると元に戻ってしまうという非常に不便な仕様になっています。私としてはこのアイドリングストップは必ずオフにしたいので、オフにするんですが、また次にエンジンかけると戻ってしまうと、困ってますね。オートビークルホールドについては私はこれは使ってませんのでオフのままでも構いませんが、オートビークルホールドとアイドリングストップのボタンについては物理ボタンにしてほしいという声が、とても多いですね。そしてですね、このシートヒーター、これがですね、非常に不便、わざと不便な仕様じゃないかというふうに思うぐらいなんですが、ここで強さを変えられるわけなんですが、これで、設定しておいて、切りたい時ですね、これでまたこの画面に戻ってこれやって初めて消えるという、そういう面倒くさい仕様になっています。そもそもですね、寒冷地に住む方とか、あるいは本革シートの方は重宝するものかもしれませんが、もう私にとってはシートヒーターは不要です。愛知県に住んでますので、そんな寒い地域でもないし、座ってしまえば体温でシート温まってきますので全然気にならないですね。本当に欲しいのは乗る前に温まっているシートヒーターですよね。これがあれば私は非常に嬉しいですが、なかなか難しいところですね。そしてあとエアコン周りなんですが、このあたりのボタンは設定で何を出すか変えられるんですが、私はこの、内気循環、外気導入の切り替えボタン、これをここに出しています。例えばトラックとかバスとかディーゼル車ですね、の後ろについた時とかトンネルに入った時とか、これを内気循環にしたいと。で、それはいいんですが、これをまたフルオートに戻すときは一度ですね、この画面を出してこれを押さないとフルオートには戻らないという、手間がかかる、仕様になっていますね。特にこのボタンは走りながら操作したいので、タッチパネルではなくて、ぜひ物理ボタンに、してほしかったですね。それからですね、ここのインフォメーションバー、私はいつもこれにしていますが、これ
リバースに入れると、ちょっとやってみますね。リバースに入れると、X モードになりますね。で、リバースから外れるとまた元に戻るっていうんですが、まあ、なんでこんな必要があるのかということと、あとですね、何かの拍子に、勝手に X モードの画面に変わっちゃうことがあったんですね。で、それをちょうど1年点検の時にディーラーの営業さんに行ったら、実はそのバグで、それを修正するリプロが出てますよということで、そのリプロをしてもらったところ、勝手に X モードの画面に変わるというのは、解消しました。リプロって結構頻繁に出るそうで、まあ、それだけいろんなバグが多いということなんですが、こちらから言わないとリプロをやっていただけないという、まあ、現実もあるわけなんですね。それからですね、このハザードランプですね、これまあ、これを押すときにですね、指がやっぱりこう触ってしまってこちらの画面が変わっちゃうんですね。とっさに押すので、ボタンの位置を、まあ、しっかり注視せずにパパッと押すので、どうしても触ってしまうと、X モードとかに変わってしまうという、これもちょっと不便なところではありますね。そしてですね、ビューボタンを押すと、横とか前の画像がディスプレイに出るわけなんですが、これ2画面が小さく圧縮されて出てますが、こう下空いてますよね。どうしてこの上と下同時に出せないのかなっていうのを強く思いますね。それからリバースにした時ですね、ちょっとやってみますね。ここ空いてますよね。ここに先ほどのフロントの画像とか、左前の画像とか出してくれるといいのになっても、これ全く無駄になってますから、ぜひ、そういうふうに、してほしいですね。多くの機能を、タッチパネルに集約する、いわゆるコックピットのテスラ化ですね、まあ、これが今後のトレンドになってしまうんでしょうかね。まあ、テスラ車を運転したことはないので、それが便利なのかどうかはわからないんですが、現状のアウトバックのテスラ化については私は否定的に捉えています。使いやすさ優先で見直してほしいと思っています。とにかく走りながら操作する必要のあるもの、頻繁に操作するものはぜひ、物理スイッチにしてほしいですね。で、このタッチパネルですが、アウトバックについては、3月21日工場出荷分から改善されるそうですね。まあ、そんな話がネットに出ていまして、まあ、ネットの情報なので信憑性はちょっと不明なんですが、まあ、そんなような情報があります。特にこの辺りのが整理されて、アイドリングストップとかオートビークルホールドのボタンがこの辺りに出てくるという話です。B 型乗りとしては非常に羨ましい限りなんですが、ぜひですね、アップデートで B 型もそういう仕様に変更できるようにしてほしいですね。ここで Tips を一つ紹介します。停車をして P に入れてエンジンを切っても3分間はこのインフォメーションディスプレイは作動したままで、テレビあるいはナビ画面がついたままという不思議な仕様になっていますね。運転席のドアを開ければすぐに切れます。で、ここからが Tips なんですが、停車して P 以外のポジションでエンジンを切るとドアを開けてもテレビやナビがついたままにできます。ちょっと やってみますね。今、まあ、D で、走行してきて、でこれでエンジン切ってもいいんですが、そうするとショックが伝わってくるので、ニュートラルにしておいてエンジンを今、切りました。でこのあと P に入れますね。で、この時ドアを開けて
閉めても、画面は消えません。これどんな時に使えるかというと、例えばセルフのガソリンスタンドで給油をする場合ですね、同乗者がそのままテレビを見ていたいといった時ですね。ただ注意点があって、エンジンが止まった後は、止まった後も夜間だとヘッドライトもスモールも点灯したままになるので、これらを全て消さないとバッテリーに負担がかかってしまいますね。で、その消し方なんですが、このライトスイッチをオフに回しただけではヘッドライトしか消えません。これを2秒程度ホールドしておくと全てのライトを消すことができます。このワイパーですけれども、皆さんオートワイパーは使っていらっしゃいますかね。なかなか思う通りに作動してくれないので、私は間欠作動に変更してもらってます。適宜間欠の間隔を調整しながら使っています。ウインカーレバーのワンタッチ機能ですね。レバーを軽く押して離すと3回点滅するというものですが、主に使うシチュエーションというのは車線変更だと思います。でも3回では短すぎますね。ワンタッチ機能をオンにするかオフにするかいろいろ試してみましたが、結局落ち着いたのはオンにしておいて追いワンタッチをするということですね。つまりこういうことです。はい、5回から6回点滅するので、車線変更にちょうど良い回数になります。アイサイトの車線中央維持レーンキープに注文が一つあります。普段もとても便利な機能ですが、このようにですね、分離帯がポールだけの、対面通行の場合、このポールギリギリのところを、走ってしまい、ポールにぶつかりそうで怖いんですね。ですからこのレーンキープを、オフにして、走ることになります。こんな時レーンの左寄りを走ってくれれば、レーンキープオンのまま、楽な運転ができるんですけどね。また追い越し車線を走っていて、トラックやバスなど大型車両を追い越す時、数秒ではありますが並走するわけで、その時トラックなどとの間隔が狭いとなんとなく怖いですね。こんな時はですね、レーンの右寄りを走りたくなります。これらのことから、ひたすらレーン中央を走るのではなくて、状況に応じて、レーンのどの部分を走るのか、ドライバー側で設定できる機能がぜひ欲しいですね。